皆さんこんにちは、ソードボラの次郎です。今日はですね、意外と他人の方法って知らないなって思って、ボールパイソンのねメンテナンス方法についてねお話ししていきたいと思います。ちょっと今から汚い話になるんですけど、嫌な方はね飛ばしてください。僕東海オンエアっていう YouTuber がすごい好きで、とある企画でね、他人のお尻の拭き方知らない説みたいな動画があって、確かに知らないですよね。お尻の拭き方ってなんとなくね、親に教わって、なんとなく身につけて、で、自分流のやり方があって、っていう感じで、ボールバイソンとかね、爬虫類のメンテもね、誰に教わったっけと思って、なんとなくネットで、このアルコールは使っていいよ、まあ、この消毒液は使っていいよとか調べましたけど、でここ拭いてとか、こういう風にしてっていうのはね、誰にも教わってないなと思って、なのでね、今日はね、僕流のメンテナンス方法をちょっとね、ご紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ僕がですね、ボールパイソンのね、メンテをするときにね、使うものをざっと揃えてみました。まず消毒液ですね。これがね、ファイターですね、中身は。次亜塩素酸ナトリウムと、あと簡易面活性剤とかがね、いろいろ入ってるやつになります。これなんですけど、必ずね、遮光のボトルを使ってください。これ自体もね、遮光になってるんですけど、希釈して使います。で、希釈をねめちゃくちゃ薄くするんですけど、希釈して日光にさらした瞬間から塩素っていうのはどんどんね消失していっちゃいます。消費されていっちゃいます。なので基本的にはね、こういう遮光のものを使ってください。いくら遮光にしても濃度を薄くした時点でどんどん消費されていっちゃいます。なのでこれ使って2日かな、もう2日経ったら新しいものをまた希釈して使い直してます。で、これは次亜塩素酸ナトリウム、まあ、ハイターがいいっす。ハイターがおすすめです。界面活性剤って何かっていうとね、要するに洗剤です。食器用洗剤とか、ヌルヌルしてるもの、泡立つやつ、あれも入ってます、ハイター。あとアルコール、これはね手指消毒用のアルコールじゃなくて、もう消毒液用のアルコールです。で、消毒液用のアルコールと手指消毒用のアルコール、これ何が違うかっていうと、手指消毒のやつはね、こうやってやった時に手が荒れないようにジェルとか入ってます。保湿剤も入ってます。なのでこういうところアルコールとかをね消毒した時に、そのジェルがね残っちゃいます。で、それがねボールに有害かどうかはね、ぶっちゃけ分かんないんですけど、なんか気分良くないので、僕はね本当にね手指消毒じゃなくて、エタノールが入ってるだけの、アルコールを使ってます。僕は消毒液はこの2本がねメインリーサルウェポンとして使ってます。アルコールはねぶっちゃけね日光に当たってもそんなに飛ばないんですけど、これもね遮光の方がいいです。で、あとただの水です。で、これ水道水です。水道水カルキが入ってます。カルキが入ってるのでね、水はね1日ぐらいなら傷まないです。ただね2日目3日目になるとカルキが抜けてね腐りやすい水になるので、僕もねこれはね1日ごとにね水入れ替えてます。なんでアルコールと次亜を使うかっていう説明なんですけども、イメージとしてはこっち、エタノールっていうのは対ウイルス菌の消毒液なので、もう既存でついてる汚れというよりは菌とかそういうのに対して使いますよと。ハイターっていうのはもうタンパク質を何でも分解するものだと思ってください。で、あとハイターに関しては界面活性剤、洗剤も入ってるので油汚れも落としてくれますっていうのでね、実はね消毒液って一言で言ってもね役割が全然違います。でも菌とか潰すだけならこっちでもいいじゃん、アルコールだけでもいいじゃんってなるかもしれないんですけど、アルコールに耐性のあるウイルス菌とかもいるんですね。次亜に耐性があるのはあんまないけど、両方使っとけばその耐性があるよっていうやつらをそれぞれの消毒液で、そのお互いね苦手なところをカバーして全部の菌をきれいにしましょうよっていうのでね、両方使うのをおすすめしてます。で、実際にどうやってメンテをしていくかっていうと、こういうねペットシーツ系でやってる時は、まあ、大体角っちょにうんこしてました。で、そういう時ね、こうやってね立体的にうんこする時ありますよね。なんでお前どうやってうんこしたみたいな、でね、ポイーンって立体的なうんこがあったとします。で、そういう時は僕はねこうやってうんちょこうやって取りつつ、こうやって持ってあげて、こうやってペッと吸います。まず次亜塩素酸をもう全部にぶっかけます。この次亜塩素酸は
残留性が少ない、残りづらいです。なのでもう遠慮なくこうやってぶっかけてあげてください。でこの時に注意なんですけど、黒い服着ててかかると色落ちするんで、服がそこはね気をつけてください。多分僕今触っちゃったんで、このお気に入りのオーバーオールが色抜けしてることでしょう。でもこのぐらいがっつりとハイターかけてあげて、でここでね、まあ、理想はね 3,4 分置くのが理想です。注意点としては、これタンパク質溶かすって言いました、ハイターは。なので整体には絶対にかけないでください。まあ、こうやってね上から拭いてあげて、これはうんちがこうやって一箇所だけついてる時で、うんちが比較的柔らかい状態の時にこうやってやるんですけど、うんちしちゃっておしっこもめちゃくちゃ出ちゃって、もうベッドシーツがカピカピに張り付いてる時あるじゃないですか。もうそういう時は熱湯でまずケージ洗って、でそっからハイターやってっていう感じです。でこの時に空拭きがおすすめです。水でこれ流しちゃうんじゃなくて、こうやって空拭きしてあげて、でこの時ね手袋するのがおすすめです。これメッシュなんで、あんまりジアはねかけん方がいいと思いますけど、ハイターは鉄金属とかをねすげえすぐ錆びさせる特性を持ってます。なのでこのメッシュとか針金とかね、そういうのにはかけない方がおすすめです。ただボールってね、こういうとこにも口つけたりとかするんで、絶対アルコールで拭き上げます。でレプボとかもう同じ材質を使ってるものの形状を、ね、使ってる方はもう上の部分もねしっかりハイターでね拭いてあげてください。ざっくり拭きます僕は。でその後にアルコールをこうやってやーってこんなねこんな感じで拭きかけちゃいます。これもねハイターと一緒ですぐに拭き上げない、1,2 分待ってから拭き上げるのがおすすめです。で、アルコール飛んじゃうじゃんって思うかもしれないんですけど、アルコールの消毒の段階って2段階あって、アルコールが菌につきますよ、で、菌がやられますよっていう、消毒段階と、この時に揮発して、揮発する時のエネルギーで菌が潰れますよっていう2段階の消毒の段階になってるんで、揮発させる時間もね、実は重要です。すんごいねキッチンペーパー贅沢に使ってますけど、普段こんなに贅沢に使わないですからね。さっき言ったメッシュの部分もアルコールで拭いてあげて、でなんでジアやった後にアルコールやるかっていうと、ジア残留性が少ないとは言いましたけど、残ってたらね鱗が火傷みたいとかになっちゃうので、後からアルコールやってそれでもう全部拭き上げるイメージです。んで僕は最後にこのペットシーツとか、キッチンペーパーをこうやって敷くんですけど、普通にこうやってペッて置くと浮いちゃって、隙間にボールが入りやすくなっちゃうんで、僕の場合は湿度を保つ意味もあるんですけど、こうやって水をつけてあげて、こうやってねぺったりと、これがね僕のまあメインのメンテナンス方法、お尻の拭き方になります。続いてこういうねチップについてのメンテナンス方法になります。僕ねブリード個体はねこっちで買ってます。こういうのってねうんちとかおしっこがね固まるんですよね。例えば今ちょっと霧吹きするんですけど、おしっこしましたってなると、こうやってねしばらく時間経つと一箇所にこうやって固まるんですよ。でまずそれをこうやって取ってあげます。で多分ねそういう時大体四隅にあるんで、こうやってガラスにもつくんで、まあ、その辺一帯をねまず取ってあげます。僕はねここでねこうやってジアをその周辺にこうやってかけてあげて、このね周りの床材ごとこうやって拭いてあげます。うんちの周りにある床材も消毒しつつ一緒に取ってくるイメージですね。最後に今度アルコール吹きかけるんじゃなくて、アルコールをこうやってキッチンペーパーにこうやってつけてあげて、同じようにこうやって拭き上げてあげる。で最後四隅こうやってアルコールでしっかり拭いて、新しい床材出すみたいのがね僕チップの管理方法です。こうやって見るとね、チップの方めちゃくちゃ雑じゃない、こっちすげえ清潔にしてるじゃんっていう風に思うと思います。確かに僕もそう思います。ただボールパイソンってね、まあ元々野生の生き物ですので、こんなにね綺麗にね過保護に飼わなくてもね、ぶっちゃけね大丈夫だと僕は思ってます。なんで、ね、多少自分のねうんちが残ってる方がね全然大丈夫
だと思うんですけど、まあ、見える範囲でねチッパーきれいにしてあげて書いてあげるっていう風にねこっちの買い方のパターンではやってます。ケージはねこんな感じなんですが、水入れに関してはこのまま使うこともあれば、これにカポってはまるプラのねカップがあるんで、それを入れて、でそれ使い捨てにすることもあるんですが、これ自体の使いは変わらなくて、洗剤でね洗ってその後アルコールで拭き合ってっていう風にしてます。さあざっとこんな感じかな。皆さんのねメンテナンス方法はどんな感じでしょうか。もしよかったらねコメント欄に言ってください。それじゃあまたね。ご視聴ありがとうございました。当店の整体在庫状況は概要欄にあります。整体リストをご確認ください。チャンネル登録 LINE 登録もよろしくお願いします。それじゃあまたなー。